飛鳥時代に瓦がもたらされるまで日本の建物は草や木の皮や板など植物で吹かれていました。瓦が広まった後も植物の屋根は受け継がれ、とりわけ檜皮は最高級の屋根素材とされてきました。日本人と森の深い関係が屋根にもあります。木造のヒノキだけ。その上、取れる森は限られるため全国各地に出向きます。まあこの赤いとこから下行ってるんで、木を生かしたまま皮が取れるのはヒノキならでは。背丈よりも上の檜皮を取るには仕事の相棒ブリ縄の出番です。木肌にロープを絡ませ摩擦を利用して20メートル近くまで登ります。どこに縄をかけ、どこに力を入れるのか、木を深く知らなきゃ。檜皮を剥いた後のヒノキは赤い滑らかな肌となります。ここから皮が再生し10年おきに何度も取れます。兵庫県丹波市、古くから檜皮の産地として知られてきました。自宅に戻ると取ってきた檜皮を屋根材料として整える作業が待っています。皮を薄く剥がし 1.5 ミリの厚さに揃えていきます。この檜皮の成形が最も手間のかかる作業です。かつて集落に本川氏は何人もいましたが、今は大野さんの家だけ。20年前には本川氏は全国でも十数人にまで減り、後継者不足が深刻になりました。それ以来大野さんたちは職人の養成に力を入れるようになってから、6年ぐらい経ってますね。前々回は15年ほど前に向いてるんですけど、その後もう一度向いて2回向いてるんですけど、黒皮になって綺麗な皮が取れてますね。綺麗に再生してきたヒノキの皮、あと数年でまた取ることができます。屋根の職人たちと共に全国で檜皮が取れる森を増やす取り組みを続けています。森のおかげっていうのは、自然環境が変わってこうやって木が育っていかない。賜物でした。
飛鳥時代に瓦がもたらされるまで日本の建物は草や木の皮や板など植物で吹かれていました。瓦が広まった後も植物の屋根は受け継がれ、とりわけ檜皮は最高級の屋根素材とされてきました。日本人と森の深い関係が屋根にもあります。